今回は駆け落ちして出て行った母親とのトラブル報告です。毒親はいつまで経っても毒親です。一輝が幸せになるためには、どうするのが正解なのでしょうか。子供3人置いて出て行った母が、今になって連絡してきた結果、今29歳の女です。私が15歳、中3の高校受験前に、当時の恋人と駆け落ちして子供3人を置いて出て行った母親が、今頃になって会いたいと第三者を通して連絡してきました。当時は苦労したので今でも憎んでいますが、会うか会わないか悩んでいます。誰か相談に乗ってくれませんか？会わない方がいいと思います。おそらくその恋人にも捨てられて、お金に困ってあなたにコンタクトしてきたのだと推測されます。厄介ことに巻き込まれたくないのなら、このまま無視した方が無難だと思われます。後出しで申し訳ないのですが、連絡してきた第三者というのが母の旦那だという方からでして、本当なのかどうかはわからないのですが、その方が言うには、ずっと子供を置いていったことを後悔していて、僕も後押ししてやっと心に決めて探偵に依頼して探してもらった、とのことでした。もちろん無理強いはしない。怪しいと思われても仕方ないけど、実際に会ってほしいとは言わない。ズームとかでもいいから顔を合わせて話してあげてもらえないか、と言われました。私には何のメリットもないし、当時のことなんて思い出したくもないけど、今の母親がどんな風になってるのか気にはなってしまって、すいません、ただ聞いてほしいだけみたいになっちゃいました。よかれ悪かれ面倒ことが増えると思います。それでも会ってみたければ会えばいいし、面倒こといらんと思えば会わない方がいいと思うね。やっぱりそうですよね。レスありがとうございます。拒否したとして、探偵雇ってるくらいだから突してこないか心配なんですが、その場合は警察に通報しても対応してもらえるものでしょうか。まだ母と住んでた時に、一度母がお前なんてたひねばいいと言って、刃物を持ち出したことがあって警察を呼んだことがあるんですが、母を落ち着かせただけで民事不介入だかで何もせずに帰っていきました。戸籍別だし、結婚してるならおそらく名字も違うと思うのですが、どうなのかなと思い。もう14年も経ってるし一度くらい会ってみればって書こうと思ったけど、お前なんてたひねばいいと言いながら包丁持ち出す母親はやばいね。怖いから会わない方が良いかも。会いなさい。とりあえずお断りして、母親が近づいてきだしたら警察に相談かな。探偵がどこまで調べているのか怖いけど、住んでるところも可能なら変えたがいいかもしれない。皆さんレスありがとうございます。今日連絡が来たところなので一晩考えようと思います。そうなんですよね。私も時間が経ったし大丈夫かもと思う気持ちと、あの時もしかするとされてたかもしれないし危ないからやめようと思う気持ちがごちゃ混ぜです。考えてみます。ありがとうございます。確かにそうですね。母親が今どこに住んでいるかは知りませんが、今私は地元からはだいぶ離れたところに住んでいるので、気軽に来たれる距離ではないのではと勝手に思っていますが、ひとまず警戒はしておきます。子供を持つ者としてお母さんの気持ちもわからないではないですが、いろいろ過去にやらかしてる人みたいですから警戒して叱るべきだと思います。こういう時は間にクッションを置く意味で妥協案を探るのもいいかと思います。こちらから写真やメッセージを送るなどでも良いと思いますし、先方が言うようにネカフェなどからオンライン面談でも良いかもしれません。いずれにせよ、あなたの許せる範囲で、これならいいよ、という形にするべきだと思います。レスありがとうございます。妥協案ですか。なるほど。やはり直接会うのは何をされるかわからないので、話すならオンラインにしようと思います。弟が二人いてそちらにも旦那さんから連絡が来たようですが、二人とも拒否したようでした。長女として話くらいは聞くべきかもと思ってました。が、先ほど直接電話があり、こちらの意思はあまり関係ないようです。困ったなぁ。母親に会うか迷っていた一輝ですが、この後母親本人から電話がかかってきます。先ほど直接母から電話がかかってきました。電話なのでおそらくですが名乗っていたし聞こえたのは母の声に感じました。まだ考えが定まっていなかったのでびっくりして声が出なかったんですが、相手も名乗るだけ名乗ってそうそう泣いているのか話にならない。後ろでおそらく旦那さん、
がお前が連絡するのは違うだろ的なことを怒鳴っていて、怖くて電話を切りました。20分ぐらい経つんだけど、それ以降かかってきてません。何なんだろう本当にこの人。母親は子供を捨てたいけない母親。ってやつがずっと引っかかっていて、自分で自分に免罪符を発行したいのだろうな。要は自分の罪悪感から楽になりたいんだと思うよ。私はあなたを許せません。だから話すだけです。と前置きをしっかり入れて、母親に一度だけのチャンスをあげるのも良いし、それすら許せないのなら母親を苦しまさせ続けるのも良い。スレ主はそのあたりを考えて判断すれば良い。多分そうなんだろうなと思います。おっしゃる通り私は許すつもりはないのですが、その伝え方すごく良いですね。もし話すと決断した時はその案いただきます。助言ありがとうございます。苦しませ続けるのかとか考えたことがなかったのですが、捨てられた当時は他日沼で苦しめばいいと強く思っていたので、話すにしろ話さないにしろ、その時の気持ちを大事にしたいと思います。手紙ではダメなの？秘書箱で。金輪際関わりたくないので手紙のやり取りをしたくないというのと、母の手元に形として何かを残したくなくて、ご提案ありがとうございます。すいません。スレ主は立派な大人だし、分別もある。私は絶対あなたのような母親にはならない、と強く思えば、母親が意志の弱い愚かな人間に見えてくるはず。自分の方が精神的に上だし、余裕もある、と思えるなら堂々としてればいいと思う。そうですよね。母親を反面教師にして今まで生きてきたので、母のようになりたくない気持ちはものすごく強いです。こんなこと初めてなので少し気づかれしてしまっていましたが、堂々としていようと思います。さっきまでお風呂に入ってたんですが、母の電話番号から鬼電入ってました。SMS メッセージまで来ていて、母の自分本位なところは昔から全く変わっていなそうです。ここで相談しているうちにオンラインで話そうという気持ちが強くなってきましたが、父相手に話すときに気をつけるべきことなどありますでしょうか。今思いつくのは、個人情報など余計なことは言わない。感情的にならないなどかなと思ってます。母親は唯一見えた突破口をひつた日にこじ開けようとしてるようだが、それは自分の罪悪感を弱めるチャンスだと思ってるからだろう。そして、今回の件を既成事実にして、なし崩し的によりを戻せると踏んでる節があるね。相手側の経済状況がよくわからんけど、今後は金の工面とかしてくる可能性もある。よって、スレ主に一かけらの愛情も残ってないなら冷酷、冷静に対応して、ワンちゃんも残ってないと母親に分からせる方が良い。感情的に対応するのは絶対ダメ。相手を道端の犬の糞だと思って接すれば冷静になれるはず。道端の犬の糞は笑っちゃいました。私としては話したとしても今も昔も変わらず憎いし、今後も関わらないという決意だけははっきりしているので、淡々と伝えたいと思います。まとまった金よこすなら考えてもいいと返答。私が小さい頃に両親が離婚してずっと片親だったんですが、指定3人もいるのでお金がなくてずっと貧乏だったんですよね。そんな中でもたくさん働いて頑張ってくれてた母の姿は見ているので、お金の話をするのは避けたいと思ってます。お金を払えば連絡して良いと思われるのも嫌ですし、助言ありがとうございます。片親で母親がいなくなったなら、兄弟は施設で育ったの？話さない方がいいよ。せめて文字で話すようにした方が良い。お互いに文字にすることがクッションになる。文字で話すというのは、メールとかチャットとかでしょうか。さっきもレスしたのですが何か母の手元に残ってしまうのがどうしても嫌で、メールやチャットも送った文面が残ってしまいますし、一回でさっと終えられる電話がいいと思っています。ご提案ありがとうございます。すいません。笑えたのならまだ心に余裕がある証拠だから大丈夫。でも、くれぐれも感情的になって犬の糞を踏まないでね。汚いからね。確かにそうかもしれません。母の旦那さんから連絡が来て以降、心のどこかでかなり緊張してたんですがそれがほぐれた感じがします。犬の糞で、ありがとうございます。昨日の晩から断続的に母と思われる番号から SMS メッセージが届き続けてます。
内容はざっくりですがまとめると以下の通り。今どこにいるのか、本当に後悔して反省している。また一緒にどこか遊びに行ったりしたい、会いたい、今の旦那さんはいい人。どれもこれも私からすれば知るかよって感じなんですが、迷惑なので仕事が終わったら旦那さんの電話に連絡して、やめてほしいと伝えようと思います。あと、やっぱり一回限りの条件でオンラインで話そうと思います。いろいろ助言いただいた方々、ありがとうございました。実害がない場合、接近禁止命令を取り付けるのは難しいかも。それよりも気になるのは母親の急激な衝動行為。ずっと放置してたのに、急に積極的に動き出した理由は一体何かと警戒した方が良いかも。まあ、普通に考えれば、母性愛に急に目覚めたとかではなく、金に困ったとかだと思う。SNS の内容には旦那はいい人、と書いてるだけで、金銭的に余裕があるとは書いてないしね。実害がないとダメかもなんですね。精神的に害ありすぎるんですが、そうですね。どちらにせよ絶対拒否なことは変わらないので、自分や弟たちが損したり害されることは避けたいです。旦那さんは話した感じは穏やかな感じに聞こえましたが、母を管理できていないので少しも信用しないことにします。弟から連絡があり、先ほど弟の自宅に母が突した模様です。恐れていたことが本当になってしまいました。展開が早すぎる。弟は家の中に入れず追い返したようです。警察を呼ぶと言ったら帰って行ったとのこと。接近禁止にしてもらいたい場合は弁護士に相談でしょうか。自分がしたいようにしたらいい。あって罵倒してやりたいならしたらいいし、二度と連絡するなと言ってやりたいなら言ってやればいい。って書こうとしたら、もう突してきてるのね。自称旦那に連絡して、勝手に押しかけてくるなって伝えてもらったら？はい、やりたいようにやってみようと思います。昨日までどうしようとうじうじしてましたが、ここで話してるうちに心の整理ができてきました。うちの家庭かなりややこしいんですが、母が出て行った後は父に引き取られました。1ヶ月に一度くらいの頻度で会いに来てくれて遊びに連れて行ってくれる父だったので、ただそんな父も一緒に住むようになって1年ほどで脳梗塞で他界し、それからは父方のおばさんが後見人になってくれて、働き始めるまでは生活保護でなんとか暮らしてました。なので施設暮らしではなかったです。仕事終わってから1時間ほどと釣られた弟と電話で話しました。と釣られたのは末っ子の方で今26歳。母が来たのは今日の17時前くらい。一人で来たそうです。弟が住んでいるのはオートロックがないマンションで、玄関前まで来られましたが、インターホン越しで誰なのかすぐわかったとのこと。会って話したい、許してほしい、助けてほしいなど言われたそうです。最初の二つはまだわかるけど助けてほしいとは、ややこしいことになりました。弟と話した後、母の旦那さんに電話しました。今日弟のところに母が来たことと鬼電やメッセージが入って迷惑していることを伝え、やめさせるようにお願いしました。どうするかはこちらが決めることであなたたちに選択する権利はないとはっきり言って、結論が出たらこちらから連絡すると言いました。弟の住所をなぜ母が知っているのか聞いたところ、それも探偵に調べてもらったそうです。冷静になって考えたら、これってプライバシーの侵害なんじゃないでしょうか。疲れた。本当に身勝手な親だな。マジで腹が立ってきた。一致さん本当に気をつけてな。助けて、の言葉でなんとなく想像がついた気がする。母親は今の旦那と不仲または一方的に嫌いになり、家を出たいと思ってるんじゃないかな。そこで子供たちの元に転がり込もうとしてる気がしてきた。まあ、違ってるかもしれないが、それにしてもろくでもでもなさそう。スレ主は会話すら必要ないかも。こんなことがなければ会わずとも話すくらいはいいかと思っていましたが、勝手なことばかりされて頭に来ているし、すでに面倒なので話すのはやはり断ろうと思います。おっしゃる通り、旦那さんも母を管理できていないところを見ると、あまりうまくいっていないのかもと感じます。弁護士に相談すべきか弟と話し合っています。この調子だとおそらく末っ子弟だけでなく、長男弟と私のところにまで来るような気が。面倒ことが増えるだけなので、関わらない方がいい。
親と早くに離された子供って、どこかで親って温かい存在なのではないだろうかって幻想を抱いているから、捨てられない気持ちはわかる。でもここまで来ると違うと思う。あなたのお母様は失礼だけど子供だよ。自分のことしか考えられない人だと、話だけ聞くと思う。自分の許容範囲を超えているのなら、寂しいけど速やかに離れるのをおすすめする。皆さんありがとうございます。昨日母の旦那さんにメッセージを送ってこないように言いましたが、結局山積まだ来ています。それに加えて今朝も弟の家に来たそうです。朝7時頃だったそうで、他人だとしても平日のこの時間に来るの非常識すぎますよね。仕事に出る直前だったようですが外に出れず、急遽在宅に切り替えたとのことでした。お金に困ってたかりに来たんだろうね。クズはどこまで行ってもクズだから。少し留守にしてました。先週いろいろあったので報告と自分の整理がてら書きます。長男弟、弟 S エッコ弟、弟 B、水曜日朝、弟 B 自宅に母突、門前払い。昼、私母旦那に再度連絡、注意。夜、弟 A 自宅に母突。弟嫁が出てしまい母が家の中に強引に入ろうとして揉める。警察を呼び母連行。夜、私母旦那に再度連絡弁護士への相談を決める。木曜日昼、弁護士へ相談。鬼伝、精神的苦痛を受けたことを立証できれば傷害罪が成立できるかもだけど難しいかも。着信拒否をして今後弁護士への連絡を促すのが良いかも。自宅突接近禁止命令は親子間では適用されないが、方法はある。夜弟たちに相談内容の報告、話し合い。全員一旦様子を見ることに弁護士費用が高そうで怖い。ひとまず証拠集めも兼ねて着信拒否もしないことに。金曜日、土曜日特に何もなし。メッセージは届き続ける。日曜日、私自宅に母旦那突迷惑だと門前払い。わざわざ来たのに話してももらえないのかと母旦那なぜか逆ギレ。これ以上騒ぐなら警察を呼ぶと言うといなくなった。数時間後、私旦那と一緒に買い物に出たところ、マンションの玄関前で待ち伏せされており再び突。無視したところ叫び出したので警察呼ぶ。母旦那連れて行かれる。警察に連れて行かれるまでもラーラー言ってたけど、意味わからなさすぎたし私も混乱してて内容覚えてない。今ここ。今日はまだ何もないです。母旦那もゴミだった。こは、天ヶ崎事件を思い出してしまった。めちゃくちゃ怖いです。父相手にするの久しぶりなので困惑してます。やっぱ母旦那もヤバそうなやつだったな。これまでのあたりが良さそうな感じも演技だったかもしれん。母親突担当で母旦那は仲裁風の両面公約だったのかもしれんが、一致の態度がどんどん固くなるので、母旦那も耐えられず突に方針変更って感じ。急に人が変わったようになる背景はほぼほぼ金絡み。弁護士に相談は正解だけど、多少はお金がかかっても更新所に母と母旦那の素行調査を依頼した方が良いかも。もちろん弁護士にやるやらないは相談だけど、突然の突騒動の原因が分かれば弁護士の交渉材料になるかも。一致は引き続き警戒を緩めず、兄弟で結束して母と母旦那を撃退してくれ。当たりでしたね。少しでも話してあげようかと考えてしまった私が馬鹿でした。母の行動を見てると人は変わらないなと思うし、母旦那を見てると類は友を呼ぶなぁと思います。素行調査弟たちと話してやってもらうことになりました。ここで助言いただいたおかげでまた一つ進めそうです。ありがとうございます。父、しかも二人も相手にするとなると精神的に厳しいですよね。体調を崩してませんか？他の方が言う通り、100% お金絡みでしょう。貯金が底をつきそうは厄介なとこから借金してる可能性も、老後の面倒を見てもらうつもりとかこれが一番怖い。私も二人の身辺調査をおすすめします。敵を知り己を知れば百戦危うからず、と言いますしね。弁護士の他にボイレコ、監視カメラとかをフル活用して、人の形をした産業廃棄物を退治してください。ご心配いただきありがとうございます。優しい。思いのほか元気ですが、好きなことをプライベートでできてないのでストレス発散できてないかもです。
早く解決したいです。身辺調査してみることにしました。助言ありがとうございます。これ以上揉めたとしてもこちらが有利になるように動きたいと思います。先ほど住んでいるマンションの管理人の方に呼び止められました。なんかと思えば、昨日あなたの母だという人から部屋の鍵を開けてほしい、とお願いされた、と。昨日は仕事で外に出ていたのですが、そんなことがあったとは思いませんでした。管理人さん曰く、数日前から連絡がつかないと言われたけど、見たこともない人だし、今朝も一致と会って挨拶したしおかしいと思って追い返したよ、とのことでした。管理人さんにはまた来ても同じ対応をしてほしいことを伝えて、別途警察に連絡しました。ついこの間、母旦那突でトラブルがあったところなこともあるのか、マンション付近の見回りを強化してくれるそうです。気持ち悪い。くれぐれも弁護士と相談してことにあたってね。負担増えちゃうから大変だとは思うけど、兄弟とも直接の話し合いには一切応じません。今後は弁護士を通してください。としておくと相手側への牽制にもなる。また一致側は兄弟揃い苦労して掴んだ今の幸せを突然乱され精神的に疲労困憊し、仕方なしに弁護士を雇ったという警察へのサインにもなるし、実際、警察が出動して二人は事情聴取もされてるから、裁判にも連れ込んでも、裁判官の心証は一致側に有利になる。もちろん、事情聴取に正直に答えてると思えないし、今のところ傷害といった事件性もないので警察側も積極介入しないと思うから、警察には過度な期待はしない。この状態で、二人の素行調査の結果、多額の借金があるとかその他の母、母旦那の問題行動がつかめれば、接近禁止に近い措置を取り付けられるかもしれない。ただ、いくら14年放置していたとはいえ、法的に親子関係は解消されないのでその点は注意して行動すること。一致側が過激な反応をすると、それを盾にあれこれと難癖をつけてくる可能性もあるから、一致側から母と母旦那には一切関わらない方が良い。相手側がイラついて過激な反応すればするほど、一致たちは勝利に近づいてると常に考え、余裕を持って乗り切ってください。ありがとうございます。弁護士やっぱり依頼した方がいいですよね。費用が怖くて弟とも弁護士はまだいいんじゃないかという話になっていて、更新所で何か情報がつかめたら弁護士も検討しようと思います。いろいろありがとうございます。こういうことに疎いので助かります。親子関係って何なんだろうと今思ってます。いくら血が繋がっていても母とは家族にはなれないなぁ。親子でも家族ではない。引き続きこちらからはできるだけ反応しないようにして、息抜きもしつつ頑張ります。あと、更新所には今夜オンライン相談する予定です。良さそうなら契約して調査してもらおうと思っています。費用は弟たちも一緒に出してくれるので多分大丈夫。更新所の人にはどんな感じで伝えたらいいんでしょう。人物相関図と起きてるトラブルを伝えて身辺調査お願いするだけでいいのかな。調べてみたけど準備するものがよくわからん。どなたかトラブルで更新所使ったことある人いませんか？まだ、弁護士は雇ってなかったのね。早とちり失礼。だったらまずは更新所でいいと思うし、調査内容はそのまま伝えることで問題ないよ。調査で二人の素行不良がわかれば、その後は更新所の人に相談するのも一つの手。内容に沿ったアドバイスをくれると思うし、それ系に強い弁護士も紹介してもらえると思う。そこから先どうするかは兄弟でよく相談して。いえとんでもない。いろいろありがとうございます。先ほど更新所とオンライン相談して契約することにしました。弁護士紹介の件も聞いてみたらできるそうで、もし弁護士がいるようなら家族トラブルに強い弁護士さんを紹介してくれるそうです。教えてもらえたので聞けました。ありがとう。今までの母と母旦那の動きだと、母時間、曜日関係なくメッセージや突をしてくる。母旦那昼間は連絡つきつらい、突は日曜日だった。なので、母は仕事してない？母旦那は土日休みっぽい？と感じたことを伝えました。100% このスレを見ないとも限らないので今は詳しく書くのを控えようと思います。一段落ついたらまた報告に来ますね。スレ主は更新所の結果も報告してくれています。
まだ聞いてくれる方いますか？聞いてくれる人いたら、更新所にお願いして母と母旦那の身辺調査してもらった結果が出たので報告しようと思います。聞きたいです。ありがとうございます。聞いてくれる人いてよかった。では話しますね。更新所には先週水金と土日の4日間調査お願いしました。結果分かったのは次の通り。母と母旦那の自宅の場所。ちゃんと同居してた。ケースワーカーの訪問があり、おそらく生活保護。母、水曜日弟 B 自宅に突、その後弟 A 自宅近くまで行って突せず帰る。母、土曜は調査時間中、ほとんど母自宅最寄りの駅前で宗教勧誘。母旦那、職場パチらしい。水金土は出勤してた。母旦那、母に D をしてるっぽい。日曜夕方頃に外まで鮮明に聞こえるくらいドタバタ音と母の悲鳴が聞こえ、母旦那連行された模様。母は病院へ。ここまでで調査終了。多少フェイク混ぜてます。お金にも困ってそうだし、母旦那ともにかなり難ありの結果でした。母が弟 B に突した時に言ってた助けて、の意味がちょっとわかったかも。夫働いてるのに生活保護なの？不正受給？私も私の父が亡くなって私と弟たちだけで住んでた時に生活保護を受けていたんですが、私高卒正社員で収入あり、弟 AB 学生収入なしでも、数年生活保護費をいただいてました。収入の申告は毎月していましたが、私の稼ぎだけでは生活費が足りなくて保護費をもらっても大変だったので、母と母旦那の家庭もそんな感じなのかもと感じてます。私の経験から言うと、相当お金ないはずです。なんかあなたの話うさんくさいね。あまりない話だと思うのでそう思われても仕方ないと思いますが、言われちゃうとやっぱり傷つきますね。これが嘘だったり釣りだったらどんなに良かったことか。さて、これは困ったね。母に銃をかければ、漏れなく母旦那の突が激しくなる。かといって、事情を知ってしまった以上、放置していても気分が悪い。何が最良なのか。とりあえず一致も兄弟も今さら母親を受け入れるなんてできないと思うし、これ以上関わりたくないと思う。そこで、婦人保護施設とかに相談してみては？母旦那は D をクソ野郎っぽいからね。そうなんですよね。D をか。と私も思いました。聞いた時ゾッとしました。母旦那にとつられた時私の旦那も一緒にいたのでよかったですが、もし私一人だったら何をされていたかわからないです。怖すぎる。婦人保護施設があるのを初めて知りました。ありがとうございます。更新所の方によると普段から問題があるようで、ヤジ馬がまたか、的なことを言っていたらしいです。心は痛みますが私としては自業自得とも思いますし、今までも騒ぎを起こしてるなら、そのうち近所の人か母自身が何とかするのではないかと思うので、ひとまず様子を見てみます。お母さん大変な結果でしたね。でも子供を捨てたのだから当然の報いという気がします。気にせず自分たちの幸せだけ考えて、お母さんからは逃げていいと思います。はい、私もそう思います。本当に自業自得です。さっき気づいたんですが、母はメッセージを山のように送ってくるくせに、ごめんなさい、と一度も送ってきてないんです。後悔してる。反省してる、と来たことはあるんですが、謝罪を一度もしてきてないことに気づいて、すごく腹が立ちました。なのでひとまず様子を見つつ、放っておくことにします。ちなみに母旦那の自宅は地元にあり、弟 AB とは同じ都道府県でした。私は今地元からは新幹線か飛行機で来るような離れた場所にいるので、母旦那はそうまでして私の自宅に嫁ってきたことになります。仕事もパチみたいなので出張などはなさそうですし、更新所の方が、おそらく生活保護なのに私や弟 AB の連絡先、自宅場所などをどのように特定したのか不思議だと言っていました。確かに、今回4日間の調査でもなかなかの金額がかかっているのに、別々に住んでいる兄弟3人分の調査って、更新所じゃなかったらなんだろう、それも気持ち悪いです。あなた方が年賀状を送り合ってる親戚とかにでも聞いたんじゃない？
子供に謝りたいからとか言われて泣きつかれて教えたとかないの？あと弟さんたちにも直接母親に会ったりお小遣い渡したりしてはダメと言ってるんだよね。直接会っても本当のこと言う保証ないし、根本原因の解決にはならないし、巻き込まれたら弟さんを見捨てられないでしょ。もし会うことなっても、地方公共団体の社会福祉協議会など第三者を交えて話す方が良い。弟たちには意思確認をして、全員母とは絶対に会わない、支援しないという共通認識を持っています。結婚していたり彼女がいたりするので守るべきは母ではなく自分たちであると、弟たちからはっきり言われているので大丈夫なはず。ありがとうございます。もう母と会ったり話したりするという選択肢はないです。最初は電話とかで、と思っていましたが、甘かったなと反省しています。戸籍謄本から現住所を割り出したのかもしれない。戸籍は肉親にしか取得できないが、母親は肉親扱いだからね。金が欲しいんだろうな。母の住民票が当時のままで自住民票見られたか。本籍と住居地を同じにしていたら住所バレ。親なら戸籍の不要か住民票の移動調べたら簡単に現住所くらいわかるよ。逆にそんなことも知らない更新所の人大丈夫かな。戸籍の件、話していなくてすいません。私たち指定は全員分析し、本籍地を実際の住居とは別の場所にしてます。別途、支援措置制度を使い、毎年住民票などに閲覧制限をかけています。弟どちらかが更新忘れてたのかと思って確認しましたがちゃんと更新しに行ってるとのこと。この辺は話し出すと長くてややこしいので割愛しますが、更新所にはこのことを伝えていたので、なぜ？となったという流れです。ちなみにうちの親は駆け落ちで結婚しているので、親戚がほぼいません。父が亡くなった時に助けてくれた父方のおばくらいで、母方の親戚にはあった記憶が全くないです。一番最終母旦那から連絡が来た時におばにも連絡して確認したので、おばから情報が流れたということもなさそうな感じです。改めて書くとがながらすごい親族関係だなぁ。母親とのことを考えるとき、自分が想像するよりも、さらに深刻であることを想定した方がいいかもね。そうします。身辺調査の結果も思ってたよりずっとヤバかったですし。他の方の言う通り、母親の完全な自業自得です。私が一番気になるのが母親が宗教勧誘していることです。苦しくて辛い時に人がすがりがちなのが宗教。怪しい宗教だったら変な信者も絡んでくるから、かなり面倒なことになります。スレ主さんたちは絶対に母親と会ってはダメですよ。そうですね。名前は聞いたことがある宗教団体でした。輸血しちゃいけない的なやつです。絶対に会わないことにします。ありがとうございます。変にフェイク入れてるからなんかおかしく感じるよね。そうですか。どこがフェイクなのか言うと意味がないので言えませんが、起こっていることにはほとんどフェイク入れてないです。スレ主からの最後の報告を聞きましょう。自分の整理も兼ねてご報告。昨晩母と母旦那が弟 A 自宅に嫁しました。母旦那が母と一緒に嫁しに来るのは初です。取り合わずにいたらドアを叩いたりして騒ぎ出したらしく、警察を呼ぶとインターホン越しで行ったら帰ったみたい。弟 A は弁護士に相談することを決めたそうで、昨晩の嫁はインターホン越しに動画撮影済みとのこと、進捗があれば教えてくれると言ってくれました。弁護士に何をさせるのかって考えると、落としどころの材料が不足してる感じかな。嫁しても、何もせずに帰ったのなら、挨拶しに行っただけなのに、話も聞かずに拒否られたので素直に帰った、と言われたら問題ない。ドア叩いたのも、インターホンが壊れてると思ったのでドアをノックしただけ。強くは叩いてない、と言われればそれも問題はない。母旦那はそのあたりの知恵はある感じだから、結構厄介かもそれ系に近い人なのかも。しかも弁護士にしてもあまり金にならなそうな案件なので、真剣に取り組んでくれるか疑問。殴られたとかの実害があればやりようもあるだろうけどね。悪縁は断ち切らないと身の破滅。もうため息しか出ないほど呆れる親です。これが実際にいると思うと。次は、婚約者を寝取られた一致の姉。この事件を発端に姉が崩壊。
悪いのは浮気した婚約者か、それとも寝取った女か。婚約者の本性を見極められなかった姉。とばっちりは家族へ。婚約者を寝取られた姉が壊れ、それまでギクシャクしながらも家族をやっていたうちの家族がほぼバラバラになった。父60代後半。義姉、義兄、姉、弟、私のジップ。結婚歴3回、母60代。姉、私、弟の実母。義姉、義兄のまま母。初婚、義姉30代後半。実母とは死別。家族の中の癌。独身実家暮らし、義兄30代。父の2番目の妻の息子。家族の中では一番常識人。当時一人暮らし婚約中現在既婚者。姉20代。私と双子。飯馬。5年付き合った婚約者あり。私20代。もう女歴イコール年齢と言ってもいいくらいのもう女。実家近くに一人暮らし飯まずのため料理勉強中。弟20代。ほぼ出番ないので割愛。都会で一人暮らし中。婚約者20代。姉の婚約者。女好きらしく浮気歴数えきれず。A 20代。婚約者を寝取った女。双子の姉には結納馬出してなかったけど、婚約者として一緒に住んでいた男がいた。喧嘩は人並みにあったらしいけど、付き合いに支障が出るほどの致命的な喧嘩はなく、仲良く生活していた。うちの親に挨拶に来た時点から、親は婚前調査の名目でその婚約者に興信状つけた。期間は1週間。そしたら真っ黒だった。浮気しまくりで、1週間のうち2人の女性に会っていた。婚約者は女性たちに、彼女のご飯がまずくて、元カノがメンタル弱くて、仕事しないし家事もダメだから最悪だわ。などと言って姉政治女性英治をし、いい気分にさせた後、犯行に及ぶなどをしていたらしい。親は激怒、姉に事実を伝えるが、知ってる、でも同じ人とずっと続いたことがないし、私のとこに戻ってきてるから大丈夫。親は反対しつつ更新所の契約をさらに3週間つけた。それからも定期的に更新所をつけて報告を受けていたが、8月初めの報告時、6月頃から一人の女性以下へ、と頻繁に会っていることに気づいた。怪しんだ親は8月は1ヶ月の契約を結んだ。婚約者は京都のある有名な花火大会の時に、姉と同棲して初めての朝帰りをした。姉には、同僚と言ったら盛り上がって終電なくした。と言っていたが、更新所の報告では A の家に泊まったとのこと。それから1週間後、姉は実家に帰ってきた。結婚前にお互いナーバスになってるし、少し距離を置きたいからお互い実家に帰ろう。と言われたらしい。実家にいる間、姉は明るく振る舞っていたが、寝ながら泣いていたのを私は知っている。姉と離れている間、婚約者は A と A が、甲子園観戦、大文字の送り火など非常に充実した日々を送っていたらしい。実家に帰ってきてから大体2週間後、姉は婚約者と別れた。婚約破棄、という形だったが、婚約者は親に挨拶にも来なかったし姉にも、うちの親には言っておくから来ないでくれ、と言っていた。親は姉に調査結果を全て伝えるべきか迷った。別れた時の婚約者の姿や楽しかった時のことを思い出し、ある時は泣き、ある時は怒り、ある時は塞ぎ込む姉の姿を見て、これ以上打ちのめされたら二度と立ち上がれないかもしれない。親は調査結果をどこかにしまった。ただ、その当時姉から、落ち着いたらまた一から付き合おうって言われた。だから頑張る。頑張れる。頑張って待つよ。と聞かされたことがある。多分その通りのことを婚約者が別れた一心で、口先だけで言った言葉だと思う。それから少しずつ、姉は精神的に持ち直していったが、12月に再びどん底になった。婚約者に電話してしまったらしい。高校の友達に紹介してもらった彼女がいる。本当は姉を振ったその当日に付き合った浮気相手の A のこと。今の彼女を大切にする。と言われて、一方的に電話を切られ着信拒否。姉はそれから引きこもり、当時仕事もしていたが外に出ると吐き気を催し、涙が止まらなくなるため休職。結局辞めてしまった。ある日調査結果の書かれた書類が部屋中にばらまかれて、姉は発狂し、
父はそれを止め、母と義姉は震え泣いているところを私と義兄が発見。そこから一気に精神的に悪化し、起き上がることもできなくなり精神科にかかり、即入院。ここまでの出来事が、かれこれ3年前、姉の携帯に。やっぱりやり直そう。この1年で目が覚めた。俺にはお前しかいない。と、婚約者から電話がかかってきたのが2年前。どういうわけか知らないけど、A と別れてまた姉とやり直したいらしい。この時も今の彼女は料理下手でやっぱお前の料理がいい、とのたまわってたけど、本当の理由はわからない。単に飽きたのかもしれないし、束縛がきつすぎて放任してくれた姉がやっぱり良いってなったのかもしれない。姉と偽って婚約者に嬉しい、とやり取りし、A と完全に別れてしばらくしてから、やっぱ無理。ちなみに A とまた付き合ったら全部 A にも今までの女にも言いふらすし、証拠全部あるから裁判起こせるよ。まさか引っ越しの代金10万円が5年付き合ってしかも婚約までした人間に対しての手切れ金とか思ってないよね。精神的苦痛からいくら請求できるかな？今までの治療費も請求できるね。A にも請求できるね確実に。証拠あるもの。裁判って記録残るからこれから結婚するとき大変だね。てか今までの女に言いふらしたら絶対夜道歩けなくなるねかわいそうに。と電話した。それから更新所一回使ったけど、違う女をターゲットを浮気せずにちゃんと付き合ってる？にしてるみたい。姉は、彼氏と明石に明石焼き食べに行ったよ。彼氏とラーメン食べに岐阜に行ったの。温泉宿で、予約してた部屋のお風呂が壊れてチェックイン待ちしたんだよ。海岸線歩いたよ。水着持って行けばよかったなぁ。と調子がいいと楽しかった時のことをつい昨日のように繰り返し話をするけど、辛かった時のことを思い出すとじまる行為まで行ってしまうから、今も姉は入院中。父はそんな姉を毎日見舞う。母が行くと涙が止まらなくなるらしく、母の精神的にも参ってしまうため自宅待機。あと離婚。義姉はもともと5歳の子である私たちに理不尽な振る舞いをする人だったが、父親に構ってもらえなくなったためか年がいもなくさらに理不尽な振る舞いをするようになった。義兄は結婚して家を出た。実家に帰ってくることは当然ながら少なくなり、姉をそんな状態にした婚約者を未だに恨んでいると思う。私も恨んでもどうしようもないと思いつつも、恨んでいる。弟はもともと遠方に住んでたからかあまり事態を把握してないかもしれないが、義姉が荒れているため実家に全く帰らなくなった。昔から一番被害を受けるのは弟だったから、この間姉が自丸を図り、それを止めようとした父が頭をぶつけ意識不明になって、私に姉と父の介護が一気に転がり込んできそうで、もうどうしようもなくなってここに書き込んだ。浮気者の男をもう目的に信じた姉も悪いし、浮気者の男も悪いし、彼女がいる人間を誘う女も悪い。何より姉がボロボロの時に支えきれなかった私たち家族も悪い。でももうどうしようもない。婚約者がクズすぎはろえない。てかその寝取った女も多分彼女ありって知って役立つ？ありえんだろ。要はそういうこと。わからないけど今までの婚約者の女をくどくテクニックからして、多分彼女いるってことは A は知ってたと思う。また昼からひどい話が、一番悪いのは浮気症の男だよ。なんであなたたち家族が悪いってことになるのよ。両親離婚した上にお父さんとバッチリで意識不明とか、もはや浮気性って知ってて執着してた姉に怒りが向かうレベル。婚約者に訴える用意がある。って伝えてる時点で婚約者にも A にもお互い付き合いたくても今後一切付き合えないって仕返しできてるし、もう恨む必要もないよ。お父さん良くなるといいね。更新所の紙が部屋にばらまかれてて、お姉さんおかしくなったのはそれからということだけど、お姉さんが何かの拍子に自分で見つけてしまったってこと？そうです。多分詳しいことはその場にいなかったのでわからないんですけど、姉書類写真発見これ何？と親を問い詰める。義姉あー、それあんたの元彼の調査報告書。なかなかのクズだよねー。ほんと見る目ないんだからさー。一生結婚しないでお母さんと一緒にどっか行ってゆっくり二人きりで暮らしなよ。
姉発狂椅子が窓ガラス割って飛んでいったのを私と義兄、義兄婚約者現嫁、が目撃、とつといった流れです。義姉クズすぎはロタ、義姉は嫌味なのかツンデレなのかわからんな。ここまでこじれると、もう以前のように戻るのは無理ですね。元婚約者と A には罰が下ってますように。ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。